モンゴーイカと呼ばれるカミナリイカセピアリシダスグレー1849モンゴーイカとは、高イカ目に属する大型のイカに与えられる和名であり、本来カミナリイカセピアリシダスグレー1849を指す地方名である。カミナリイカの背中に丸い門があることから、モンゴーイカと名付けられた。カミナリイカは、モンゴーイカの他に、モンゴイカやモンゴ、その門の様子から、 丸一や、キッチョイカ、コブイカ、センドウイカなどの地方名がある。現在、モンゴーイカと呼ばれるのは、アフリカ沿岸やヨーロッパ産のヨーロッパコイカ、セピアオフィシナリスリンネウス1758や、東南アジア産のトラフコイカセピアフェロニツ、エーレンベルク1831などが主流である。最近では、輸入物なら何でも、モンゴーと呼ばれる傾向にあり、 海外大型種に汎用されている。トラフコウイカは大型のものがモンゴウイカと根性されており、特にアデンをトロール領の基地としていたことからアデンモンゴウとも呼ばれる。コ野ノでは東京では大型のマイカをモンゴウと呼んでいるとあるが、実際の市場ではコウイカ類が根性されていると考えられる。ヨーロッパコウイカ、セピアオフィシナリスリンネウス。 1758トラフコウイカセピアフェロニツエーレンベルク1831東シナ海のカミナリイカは肉厚で好まれたが資源が減少したそれに匹敵するヨーロッパコイカなどはいち早くモンゴーと呼ばれ日本のイカ市場を席巻した遠洋トロール漁業が復活しアフリカからモンゴーイカが大量に輸入され市場に流通していたがこれは ヨーロッパ荒イカの亜種であった。1959年に日本漁船によりヨーロッパ荒イカの工業場の発見され、国内の荒イカ類の漁獲量を上回った。その最盛期は1965年頃からで、それから10年間程度は年間1万トンくらい漁獲しており、最も漁獲量が多かったのは1967年で3万トンの漁獲があった。 1975年くらいからだんだんと減り、1982年まで続いた。それに続き、1969年頃からアラビア海のアデン湾に日本のトロール漁船が集まり、イカ資源が開発された。このトラフコーイカはヨーロッパコーイカと並び身が大きく厚く、多い年では年間1万トン程度漁獲された。現在では東南アジアのコーイカ資源が、 極めて大きく、トラフコウイカを含めたコウイカ類が年間3万トン程度上がっている。全世界ではコウイカ類の漁獲量は年々上がっており、最近では約30万トン程度がされ、その10分の1程度が日本国内で漁獲されている。2009年現在、市場で見られるモンゴースペインなどからの買い付けが大部分で成田に水揚げされる。 ヤワタ港で売られる、モンゴウイカ東京都中央卸売市場日報及び、市場統計情報によれば、5月の取扱い数量が最も多く、2015年から2019年の5年間の平均は約 3500kg であり、最も少ない8月の取扱い量は 500g 程度である。また、2015年から2019年の5年間で、卸値は8月では、 例年1400円から1600円程度で最も高く、5月は例年900円から1000円程度で最も安い。2020年1月の豊洲市場における平均卸し、価格は 1kg あたり1182円である。イカの握り寿司味は柔らかく、刺身や煮付け、天ぷらや木の目あえなどに調理される。ヨーロッパコイカは、身は厚く柔らかで、 ねっとりした甘さがあり、モンゴウイカとして寿司種にもされる。ありがとうございます。